中国経済の逆風強まる、製造業と住宅指標悪化、政府支援強化求める声。中国は不動産市場の低迷による影響を総括し、成長目標を維持するために製造業の生産力と輸出力に頼ってきた。しかしその両面で逆風が強まっており、 5% 前後の成長目標を達成するには政府の支援強化が必要な状況となっている。8月31日に発表されたデータによると、中国の製造業活動は1月に4ヶ月連続で縮小し、サブ指数がデフレ圧力の強まりを示唆。中国の住宅市場でも販売の落ち込みがさらに深刻化したことが最新データで示され、新築住宅価格は一段の下落が見込まれ、市場低迷を和らげる取り組みを阻害している。中国住宅販売落ち込み一段と深まる、薄れる政府支援策の効果。不動産市場の低迷は17兆ドル、約2500兆円規模の中国経済に重くのしかかっており、最近の政府の取り組みはまだ事態を好転させるには至っていない。 UBS グループや JP モルガンチェースなどの銀行のエコノミストは、中国が成長目標を達成するのは困難と予想しており、センチメントの押し上げに向けさらなる刺激策を求めるエコノミストも。ブルームバーグエコノミクスの首長シオブ両氏はリポートで、中国経済が長期にわたる低迷から抜け出すにはさらなる政策支援が必要となる。政府支出は民間需要が見込めないときに総需要を引き上げるための重要なテコであり、続けなければならず、そのペースを加速する必要があると指摘した。中国の製造業活動4ヶ月連続で縮小、逆風強まり、成長目標達成困難か。ゴールドマンサックスグループのヨーナマンティン、アンドルー・ティルトン両氏らエコノミストは、8月の製造業購買担当者指数で購入価格と産出価格のサブ指数が共に低下したことに触れ、デフレ圧力が中縮高まったことを示唆していると分析した。ゴールドマンのエコノミストは別のリポートで、中国の財政スタンスを検証し、年初来のデータから税金や土地売却による風による収入が今年の予算計画を下回るリスクが高まっていることが読み取れると指摘。人事付けの同リポートで、財政赤字目標の引き上げや予算外の国債発行枠がなければ政府支出を圧迫すると予想した。その上で 5% 前後の通年の成長目標を確実に達成するためにはさらなる財政緩和が必要だとの見方を示した。今のところ成長への逆風は政府のより強力な対応につながっておらず、今年1、7月に完了した支出は予算の半分未満にとどまっている。アインブック財政総は1月30日経済はなお 5% のペースで成長していると述べ、今年前半のパフォーマンスは合して安定しており着実に進んでいると説明した。しかしエコノミストらはさらなる支援を求めており、特に外需が鈍化した場合はなおさらだ。ピンポイントアセットマネジメント長治医社長兼チーフエコノミストは、財政政策のスタンスは依然としてかなり景気抑制的で、これが経済の勢いを弱める一因になっている可能性があるとし、経済安定化を達成するには財政政策スタンスをより支援的にする必要がある。米経済が減速しつつあるため、輸出は今年前半ほど信頼できる成長の原動力にはならない恐れがあると指摘した。中国の最近の住宅在庫の処理策について、中国政府による不動産市場の安定化策の一つは住宅在庫の処理活性化である。5月中旬人民銀行他金融監督管理総局住宅都市農村建設省などが関連政策を発表した。地方都市の政府が地方の国有企業を組織して住宅在庫、すでに建設された既存の商品住宅の一部を不動産開発業者から購入させ、保証性住宅、中低所得層の住宅マンの家庭向けの低価格、家賃の住宅として利用することで既存住宅の在庫消化を図る。人民銀行は
3000億ウォンの保証性住宅再開出を実施する。人民銀行が金融機関全国展開する21銀行に低金利で資金を提供し、銀行側が地方都市の政府が選んだ地方国有企業向け貸し出を実施する。これらの企業はこの資金で建設済み未販売の商品住宅を購入し、保証性住宅として用いる。再開出は銀行貸出の 60% 分を支援することから、5000億元の銀行回帰出を生み出すと期待されている。この方策により、不動産開発会社が資金を回収し、その資金を債務返済に充てたり、建築が中断しているプロジェクトを再開して、物件引き渡しを進めたりすることが期待できる。また、地方政府は、ゼロから建設するよりも、短期間で保証性住宅の供給増加が図れる。都市に移住してきた農民、若者等の住宅難は長年の課題である。各種報道によれば、8月半ば時点で約60都市が国有企業の既存住宅購入に対して指示を発表し、スマチュン市、東沙市等では募集広告を出す等の動きが出ている。各市により、購入対象となる既存住宅の条件は異なる。ボツの便がいいこと。保証性住宅の基準面積を満たしていること。一棟全体が優先的な対象となること等がある。面積については、スムチン市は65平米以下、調査市は20平米以下などである。在庫処理の成否の鍵を握ると言われる購入価格については、既存住宅と同様の条件の住宅を現在の市場条件で建設した場合のコストを参考に、土地、建設コストに利潤を上乗せする方法や、当該地域の同様の商品住宅価格の 50% 前後とする方法等がある。課題としては、第一に、需給ミスマッチの問題が広く指摘されている。大都市、1000都市では、保証性住宅への需要は強いが、売れ残りの住宅在庫が多くない。一方、中小都市、3、4000都市では、住宅在庫は多いが、保証性住宅への需要は小さい。第二に、資金不足である。既存住宅の在庫水準に比べて、人民銀行の提供する3000億円では規模が明らかに不十分である。在庫水準を適正なレベルに戻すのに必要な額の試算にはばらつきがあるが、5、3、7兆元程度とされる。第三に、保証性住宅は家賃が低く抑えられる。あるいは販売価格が安く抑えられるため、在庫住宅を購入する企業にとっての投資リターンの確保が難しい。こうした状況から、今後在庫処理を本格化させるには、財政税制面での支援、特に地方政府財政難の中では、将来的に中央政府資金の投入が必要と思われる。中国住宅販売、落ち込み一段と深まる。薄れる政府支援策の効果。中国の住宅市場は8月に販売不振がさらに深刻化した。新築住宅価格は一段の下落が見込まれており、市場低迷を和らげる取り組みを阻害している。不動産調査会社の中国房産新速集団の暫定データによると、不動産開発上位100社の契約販売総額は前年同月比およそ 26.8% の2520億円、約5兆1700億円。減少率は 19.7% から拡大した。落ち込みのペースが加速していることは、5月に発表された政府支援策の効果が薄れていることを示している。中国では少なくとも10都市で政府が新築住宅価格のガイダンスを緩和または廃止した。こうした動きは新築住宅市場で値下げ競争を促すと予想されている。ブルームバーグ、エコノミクス、EE では不動産セクターが依然として中国経済の足かせとなっており、政府が掲げる今年の成長目標 5% を達成するには、一段の景気刺激策が必要だと分析している。不動産不況はここ2年、雇用市場から消費、家計資産まで、中国経済のあらゆる面で重しとなっている。大気汚染が深刻。低調を遂げるインドと20年前の中国共通点、大きな違い。デリーの空港に降り立つとすぐに感じるのは大気汚染の深刻さだ。到着後の数日は喉に違和感が残り、20年前の辟境でも同様だったのを思い出す。20年のタイムラグは
経済面のデータとも整合する。中国にも駐在経験がある野村総合研究所インド法人の高雄氏は、デリー、ムンバイ、ベンガルールの一人当たり GDP はすでに5000ドルを超え、これは2005サレオナー年の辟境や上海に相当すると指摘す。08年の北京五輪、10年の上海万博を控え、中国の中間層増加や都市化がスポットライトを浴びていた時期だ。中国経済は01年の WTO 世界貿易機関加盟を起爆剤として一桁ペースの高成長を続けていた。その原動力となったのは、農村から供給される安価な労働力を武器とした製造業だ。グローバル企業の輸出拠点として世界の工場といわれる強力な生産基盤が形成され、その稼ぎで国民が豊かになるにつれて、中国は世界の市場へと転換していった。インドも同じ道をたどるのか、内需狙いが多数派。まず押さえておくべきは、インドへの直接投資の中で製造業が占める比率は半分もないということ。世界的には IT やサービス業の有望投資先であり、ものづくりを主な関心事とする日本はむしろ例外的な存在だ。製造業はまだインド経済の主役ではない。今インド進出を考える日本企業の中では、インドの内需開拓の矢を向きが多数派だ。最初は輸出拠点にするために進出した中国とは、ここが大きく違う。03年から合計15年もの中国駐在経験を持ち、現在はデリーを拠点とする中村慎吾、みずほ銀行執行役員、インド営業部長は、20年前の中国には日本企業のライバルになるような現地企業はどこまで多くなかったと指摘する。一方で現在のインドには、タタやマヒンドラ、オンドマヒンドラなど古くから自動車を製造しているメーカーが複数存在する。他の分野もしかりで、日本ブランドが圧倒的に強いとは言えない。スモ産業も同じだ。今やスズキのインドでの現地調達率は9割を超えている。20年前の中国ではここまで地元企業は育ってはいなかった。だからこそ日系企業のチャンスは大きかったとも言える。中国企業の新規投資は事実上締め出されているが、自動車でも家電でもインドでは韓国やドイツなどのライバル企業との競争が厳しい。3年で単年度黒字、5年で累損解消といった2000年代の中国では普通にあり得た成功は期待しにくい。中小企業は慎重にならざるを得ないだろう。長期戦で臨む姿勢が必要。03年当時の上海では、みずほ銀行でも新規口座を年数100件規模で開いていた。相性的に今のインドで勢いがあるのは、すでに進出している企業の再投資だ。インドの厳しい競争環境に耐え抜いた企業はそれなりに報われているようだ。ジェトロの調査では、インドに進出した日本企業の7割が23年度の営業利益を黒字と見込んでおり、この比率は中国の6割を上回る。野村総研のゴール氏は、デリーなど大都市圏の市場はインド市場の一部だが、それでも十分大きい。中国製の参入障壁が高まっている。今のうちに進出するのが得策だと話す。選挙があるインドは共産党独裁の中国に比べて全てがスローだ。かつての中国の高度成長が再現されるとは考えにくい。全てに時間がかかることを覚悟した上で、長期戦で飲む姿勢が必要だろう。